お元気ですか、ボクシミでございます。今回はサントリーザプレミアムモルツドリームマッチ2009ベースボールカードセットでございます。ちなみにこのカードはね、ノーマルカードのみとなっておりますのでね、その辺はご了承ください。まずはですね、早速開封していきたいと思います。まずはですね、大沢啓二総監督でございます。あの大沢あかねさんのね、おじいさんでもございます。で、あのサンデーモーニングのね、カーツのね方でもございます。で、続きましてね、山本浩二監督でございます。元広島監督でもありね、第3回の WBC の、侍ジャパンの監督でもなさいました。で、張本勲 GM でございます。この張本さんもね、勝の人でございました。で、川藤幸三選手でございます。これ代打でございます。なにわの春団地で、ね、有名でございます。で、東尾治投手でございます。元西武ライオンズの監督でもなさっています。娘さんはね、元プロゴルファーの、東尾理子さんでございます。池ヶ谷幸次郎投手でございます。元広島の投手でございます。庄司智久外野手でございます。元巨人とロッテの選手でございます。田尾康志外野手でございます。楽天初代の監督でもなさいました。で、ここからね、阪神ファンはね、もうたまらない選手が揃います。まずはランディバース、ここではね、外野手と書いております。で、掛布雅之内野手でございます。で、岡田彰信内野手でございます。現在のね、阪神タイガースの監督でなさってます。で、バース×岡田といえばね、バックスリー3連発をね話しました。で、高木豊内野手でございます。現在はね、あの YouTuber でも活躍されております。で、スーパーカートリオの一人でもございました。で、屋敷要外野手でございます。で、屋敷選手もね、スーパーカートリオの一人でございました。佐藤博士、捕手でございます。元巨人の、キャッチャーでございます。久保文夫投手でございます。元太陽の選手でございます。金村義明内野手でございます。近鉄の伊勢前打線の一角で猛威を振るいました。で、宮本和友投手でございます。元巨人のねピッチャーでございまして、現在はね、巨人女子の監督を務めております。石崎幸弘投手でございます。日ハム時代はね、すごい人気が、ありました。で、石井宏内野手でございます。一前打線のね、4番バッターでございました。高橋正弘内野手でございます。元、太陽横浜ロッテの選手でございます。阿波野秀之投手でございます。近鉄巨人横浜を渡り歩いたピッチャーでございます。で、野村健次郎内野手でございます。元ね、広島の監督を務めておりました。笹岡慎二投手でございます。笹岡投手もね、元広島の監督を務めておりました。大塚浩二外野手でございます。元西武の選手でございます。で、橋本清投手でございます。巨人と大英のピッチャーでございました。で、若葉義治捕手でございます。西武、阪神、太陽、日本ハムと4球団を渡り合った選手でございます。ごめんなさい、西武の、西武ってね、西鉄太平洋クラウンのね、捕手でございます。で、続きましてですね、今度は敵のチームでございます。坂東英二 GM でございます。山本浩二内野手でございます。で、元ロッテの監督を務めておりました。
高城信弘内野手でございます。日本ハムと広島を渡り歩いた内野手でございます。松本忠史外野手でございます。ぜひ巨人一つりの選手でございました。斉藤昭雄投手でございます。こちら太陽ホエールズのね、すごいね、この抑えのね投手でございました。ちょっと遅れしまいました、すいません。大野豊投手でございます。元広島の投手でございます。石毛博道内野手でございます。元ね、オリックスの監督もね務めておりました。忠岡将棋投手でございます。元巨人のピッチャーで、トンネルズの高さんとねいろいろな、番組のね方にも参加しておりました。尾上明内野手でございます。中日と近鉄を渡り歩いた、内野手でございます。河野博文投手でございます。日本ハムと巨人とね、ロッテのね選手でございます。現在はねなんか農家をやっております。間違ったらごめんなさい。畑真嗣外野手でございます。ヤクルト、日ハム、ロッテを渡り歩いた、外野手でございます。伊藤スト捕手でございます。西武とロッテの、監督を務めておりました。武田和弘投手でございます。日ハム、大英、中日、巨人とね、4球団を渡り歩いた投手でございます。水野勝人投手でございます。巨人一つのピッチャーでございました。小松野健二内野手でございます。ヤクルトと広島をね、に、在籍していた、内野手でございます。で初芝清内野手でございます。ロッテ一つの選手でございます。田中幸雄内野手でございますね。ミスターファイターズの、選手でございました。桑田真澄投手でございます。説明不要のね、ジャイアンツのピッチャーでございます。現在はね、ジャイアンツのコーチを務めております。で佐野茂樹投手でございます。で、ピッカリ投法というねお笑いネタをね有名になりましたピッチャーでございます。後藤浩二内野手でございます。巨人のね代打に、切り札でございました。川又米俊内野手でございます。中日一組の選手でございました。内野手でございます。石井正弘外野手でございます。巨人と阪神を渡り歩いた、外野手でございます。でパンチ佐藤外野手でございます。オリックスに在籍してまして現在は、タレントをなさっておられます。牧原ひろみ投手でございます。巨人のね、名ピッチャーでございます。で最後はですね佐野元国捕手でございます。近鉄と巨人を、渡り歩いた捕手でございます。はい、以上でサントリーザプレミアムモルツドリームマッチ2009ベースボールカードの開封動画を終わりたいと思います。はい、本当はねこのカードはね、直筆サインカードっていうのも揃っておりますが、ちょっとねこれはあの中古で買ってきたのでね、入っておりませんでしたのでご了承ください。で、一旦はねこの開封動画は、終わりますが、またね一つねちょっと安いのが手に入りましたのでね届き次第開封動画として上げていきます。またね明日はですね、メンバーシップ限定で、元ねグラビアアイドルのあの方の開封動画をやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。